さあ対照的なフォームのこの2人、ほぼノーセットアップの藤野ゆかり、ほぼノーセットアップっていうのは藤野ゆかり選手はダーツのこうあの軌道ですかね、ある程度大きく前に腕を振って止めてくるんで最下点で止める感じですよね。こう前に手を伸ばして、そうですね。でそこから大城あかり選手はですね、柔らかく腕を使う、テイクバックをしてリラックスして投げる。はい、コークいきます。皆さんあの本当にですね、皆さんあの癖をつけてくださいね。今パーフェクトのサイトはすごく見やすくなってますので、できたらパーフェクト画面に行っていただいて選手の結果とかを追ってほしいですよね。癖をつけてください。あの聞くばっかりじゃダメですからね、はい、先生に言ったでしょ、自分で調べましょう、よろしくお願いします。さあ701ゲームスタートですね。さあ注目の対戦、対するは藤野ゆかり、大きく腕を振ってここでノーセットアップ、藤野選手は前回ですね、前回の、広島大会の時ですね、セットアップが決まらなくなってですね、スタンスが決まらなくなって少し苦しんだんですけど、今日はそういう兆候は見られないようですね。ダーツっていうのは面白いもんでですね、まあ、イップスも当然あるんですけど、スタンスが急に決まらなくなったりですね、あとは本当に腕がですね、こう伸びなくなったりとか、上傾反射ですよねがちょっと起きるんですよね。急に手汗でこうダーツがベタついたりとかですね、いろんなことが起きる。ただ投げてるだけじゃなくて、いつもと違う現象が起きるわけですよね。はい、皆さんも経験あると思いますけど、小野選手が一時期スランプになった時も手汗とか手がベタついてダーツが離れなくなったりとかですね、はい、そういうことがありますので、こういうやはり数ミリとか数センチを競うゲームっていうのはやはりいろんなことが起きる。コーク勝って、今ゲームチョイス、ゲーム高校選んだんですかね。あ、そういうことなんですか。すみません、確認ちょっとできなかったですね。コーク取って高校のメリットって何があるんですかね。
考えにくいんですよね。うん、ナイスハット。こういうのぜひ解説してほしい。そうですね、コークを取って、先行に、後攻を選ぶ。そのこうこう先行だったら、要するに先行だったらサンレック選手がワンブレイクでできるんですよね。で後攻を選ぶとなるとサンレック選手はツーブレイクしないといけないですよね。なので多分クリケットで必ずキープできると見て、4レッグ目の01を、要するにそれか1レッグ目の01でブレイクされました、その後のプレッシャーがかかるのが嫌だとか、どうなんでしょうね、心理的なもんだと思いますけどね。はい、負け戦じゃないですよ、はい、これは平等に先攻後攻が入れ替わりますので。さあ33残りですね、難しい数字ですね。アレンジをかませるのか、それとも直接行くのか、直接難なく決めました。大城あかり先行の01をしっかりキープ。なのでこのゲーム大城選手が仮にブレイクすることができれば次のクリケット先行なので非常にゲームは有利に働くんですよね。逆に先行取られると藤野選手は要するにここをブレイクされたら後がない状態なので、どう考えても考えにくいんですよね、後攻をあえて選ぶっていう。さあここで6マークでアドバンテージを取ります。さあそしてここでカット、藤野選手調子良さそうですね。あ、5マーク。
きくリードですね。藤野選手安定してます。ここでナイスベット、ナイスベットです。いやー、大城選手も桜が散って散る頃ぐらいから調子上げてきますからね。すみません、ゲームにちょっと集中させてもらえますか。よろしくお願いします。ゲームに集中させてください。さあ、そして16オープン地帯、これは少し難しい位置下なので、どうするのか、20チョイスするのか、下なのでこれは20をチョイスしてミスると重大局面になるので、15だ、全部外れましたね。失礼しました。加点ですね。大城選手は本当に肘は下がらなくなりましたね。これはもう自然な流れなんでしょうね。力が抜けたっていう感じなんですかね。選手はしっかりとポイントを作ってくる選手ですね。ポイントを作る、貯金するタイプですね。さあ、もう一本15ですね。ここ決めたかったですね。やはりワンレグ目はあえて高校調整、調整はしません、申し訳ないですけど、はい、調整なんかもう、ど集中で試合に入り込むしかないですから、調整とか してない、する選手いないと思いますよ。はい、もう調整っていうことはもう絶対にありえないんで、はい、何らかの意図があって、高校調子したんでしょうけど、そんな余裕はないと思います。相手は大城あかりなのでですね。さあ、ここはオープンからの加点。しかし藤野選手20得意ですよね。20が得意で、なおかつ
20のエリアを持っているので、もうここ中心に攻めていけばいいわけで。展開としては楽なんですけどね。じゃあここでどこまで詰められるか、あわよくば逆転まで。4本で逆転です。さあみんな絡みました。さあここで逆転、かわいい、かわいいみたいな。さあ藤野選手先行のクリケットキープですね。そして大城あかり選手先行のクリケット。さあ大城あかり選手、大事なクリケットですね。今日ちょっとブルが合ってないので、大城あかり選手はここは是が非でもキープしてつなげていかないと、藤野選手ブル合ってますので厳しい展開になると思われます。最初の3投スタートですね。女子はスタート非常に大事です。さあトリプルを捉えてからの8マーク、あ、じゃあ7マーク、ナイスタッツ。さあ7には7で19、7マーク。さあオーバーからのカット、そして9マーク、ビッグラウンド。今日はほぼビッグラウンド完璧ですのでね、これでほぼ決まるでしょう。そうですね、高木選手は藤野選手に、まあ、今女王ですよね、ランキング1位藤野選手に敗退。さあカットからどこに行く、珍しくフォロー乱れましたね。大城選手もフォロー安定してるんですけど、今は珍しくフォロー乱れました。
な藤野選手は今日そうですね、前回の福山で行われた広島大会の時はセットアップのところのスタンスが決まらなくて、少しこう状態をこう揺するようにして投げるのに時間かかってたんですけどね、はい、安定してきましたね。さあカットから加点、止まってる。もうダメだ。全部止まった。さあここで60きっちり捉えてきました。あ、落ちた。TV しっかりしろ。僕はしっかりしてます。気は確かです。さあ大城選手、ここはしっかりとキープしたい。是が非でもキープしたいところ。さあブルはね本当に合ってますんで、藤野選手、大城選手、ここでしっかりとですね20位加点、60絡み絡みたいですね。うん、この2本ミスはこれは大きなミスですね。さあインナーから絡めてきました。どっちからか、16カットからの20トライ。これは決めるのか。決めそうだ。決めた。このラウンドもったいなかった。大城あかり自信持って決めてきた。藤野教えて TV、 教えて TV、 何を教えたらいいんですかね、何を教えたらいいんですか、何を教えたらいいんですかね。すいません、ちょっともう消えたので、もう一回その質問を教えます。はい、
こういう藤野選手の強さですね。そして藤野選手の 0-1 先行、さあ藤野選手得意の 0-1 ブル回りなので自信持って攻めてくるでしょう。複数ですね、難しいですよね。基本グリップが強い人、ナイスアット。グリップを強く握る人、全体的に力をが入る人はイップスになりやすいと思いますね。なので普段から軽くやっぱりグリップして軽く引いて投げるっていうのが大事だと思いますよね。さあ大城選手が、後がない大城選手がここに来て、綺麗な矢離れですね。本当に素振りをしているような、それこそ柔らかくリラックスして投げてますね。力が入ればやはり安定しにくい。ここで160点取ってきて、アレンジ上がり目までしっかり持ってきました。157と168って言ったらもう全く難しさが違いますので、はい、先攻後攻入れ替わるまではいってないと思いますけど、このブル2本しっかり決めたいですね。さあ48残りですけど、157、藤野選手トライまで行くと思いますけどね。はい、ブル2本からの19までは僕は行くと思います。そうですね。そして57、さっきもですね60きっちり決めてきたので上がる可能性が高いとも思います。こういうところがですね、今年の藤野選手の躍進の秘訣、今年ブレイクの秘密だと思いますね。
もう入ったような外れ方ですね。すごいですね、本当に。さあプレッシャーかけられましたね、大城選手。48ミスする可能性があると思います。絶対にラインを守ることですね。16ラインは絶対に維持することです。これは痛恨ですね、やはり。この辺が大城あかりの不調な部分ですね。さあ藤野選手、これ思い切ってアレンジしてほしいですね。60のラインですね。13には絶対外さない、6もしくは16を、6をしっかり決めてザニアレンジしてほしいです。あーでも1投目からね、きちっと3にアレンジしての、プレッシャーかかるところ、緊張の一瞬、勝負の一瞬。ナイスダーツですね、こういうところですね。さすが、ただいまトップ快進撃中、藤野ゆかりが大城あかりを倒してベスト4進出。ニューゲームチアーズ、上級者から初心者まで一緒に楽しめるゲームが登場。ランダムに選択されるミニゲームで盛り上がろう。